はい、こんにちは。今日のですね、ストーブ紹介は、前回オプティマスが大体終わりましたので、私の持ってるストーブの中で、数的にはそう、ないですけども、プリムスです。で、ご存知のようにプリムスっていうのは、オプティマスに比べるとですね、あんまり種類は、ないですけども、その代表的な、これがオプティマスの、210です。円盤型のストーブで、小型の、キャンプストーブなんですけども、特徴はですね、このように、真鍮の、丸型のストーブです。で、非常に綺麗な、これは個体ですけども、センターの部分に、燃料のキャップがあるんですけども、これにですね、バーナーヘッドをつけると、このような感じですね。それで、あとは、このような風防があります。ですね。ちょっと見にくいで申し訳ないですけども、このような形ですね。で、こんな風にセットするわけですけども、で、この上にフレームキャップがですね、つきます。で、あとは五徳の足を、差し込み式ですので、つけるということですね。で、付属の部品としてはこのようなアルコールボトルがついております。欠品のものも結構あるんですけど、これは非常に綺麗ですね。で、あとは、小さなレンチが、ついております。ですね。で、プリムスのですね、210シリーズというか、このような円盤型のタンクはですね、1930年代ぐらいからあります。で、ここに裏にですね、刻印がありまして、A とか B とか、Y とか、いろんな刻印がある。それによってその年代が特定できる。年代というか、年ですね、製造年が特定できます。これはですね、最高年のプリウスナンバー21ですの、210ですので、刻印はありません。で、種々、目にされると思いますけども、刻印のあるものは製造年が特定できます。で、あとですね、これがプリムスの210のケースですね。この中に全て、入るようになっているということで、ケースも非常に新しくてですね、作業はほとんどありません。で、あとご紹介するのはですね、同じ210でも、ちょっと、変わっておるというか、そういうものをちょっと見せたい。ちょっと前のものは片付けますけども、このような、非常にごついケースですけども、革のハンドルがついとるようなケースで、これがですね、革のハンドルを取ります。そして中の蓋を開けるとですね、同じプリムスの210が入っております。ということですね。私もこのようなケースは初めて手にしたんですけども、非常に重たいです。
なおかつ、このケースはですね、ザラザラの縮み塗装です。はい。まあ、縮み塗装をご存じない方も見えると思いますけども、まあ、よくあるのは、車のエンジン部分で、まあ、そのような塗装がしてあるものも結構あると思います。で、これはですね、まあ、同じようにこれ五徳の足があるんですけども、ちょっと比べますね。まあ、ほとんど一緒なんですけども、まあ、高さがですね、若干、新しい210の方が高いですね。で、旧の210の方が低いです。で、旧の210っていうか、まあ、古い210ですけども、裏の刻印は、U の16ですね。ちょっと U の16何年かちょっとは、一覧表見てないので、わかりませんけども。まあ、これも私が ほぼ、綺麗に掃除をした状態でこのような、はい、ものになっております。はい。で、まあ、これが210っていうのはですね、結構、台数としては出てますので、プリムスの96系統と合わせてですね、非常に製造、個数が多かったということですね。で、まあ今日はプリムスのそのような、代表的な210を紹介しましたけども、まあ本来ですね、メンテナンス終われば燃焼させればいいんですけども、正直申し上げて、まあ私の、YouTube はですね、まだ始めたばかりですので、なかなかそこまで撮影の技術が伴ってないです。まあ、非常に見にくい点も多々あると思いますけども、今はですね、どうやって燃焼の画像を撮ろうかなということで、まあ試行錯誤しとるんですけども、なかなか、具体的にどうしたらいいというのが出てこないので、まあ、正直私は部屋の中では燃焼させませんので、一切。皆様も、まあ、キャンプストーブを扱われるときにですね、部屋の中で燃やしたいのは山々でしょうけども、まあ、極力やめてください。いつ何時事故になるかというのは責任持てませんし、まあ、自己責任でやってみると思いますが、なかなかね、部屋の中で燃やすとですね、まあ、当然暑いですし、燃焼の炎もバカになりませんので、まあ、そのような画像をですね、撮りたいとは思うんですけども、ちょっと待ってください。まあ、近々に、また、撮影して、YouTube に上げるかもしれませんけども、よろしくお願いします。ということで、今日はまあ、プリムス210をご紹介しましたけども、まあ、今後とも、当 YouTube チャンネルを、よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。